奈良県北部奈良市柳生町。この地は徳川家兵法指南役であった柳生一族が治めた地であり、天聖の里柳生とも呼ばれています。その里にも秋が訪れました。収穫が終わった田んぼでは、農家さんが来年の稲作のため秋おこしを行っています。秋おこしは耕すことで有機物の不熟を促進し、来春からの作業効率や良質な米作りには欠かせない良質な土壌を作ります。田んぼをトラクターで耕し、先に散布しておいた土力増進剤を練り込みます。平地の広々とした大きな田んぼとは違い、耕しているのは小さな田んぼです。小さな田んぼでも柳生では良質の美味しいお米が収穫できます。トラクターを使うとはいえ、大変な労力と時間を伴う秋おこし、農家さんは黙々とこの作業を続けます。この秋おこしが終われば、柳生の里にも本格的な冬が訪れます。稲作もしばしの休憩、春の訪れを待つことにします。